カスカベ従業は、鎌倉時代後期から南北朝時代の武将。武蔵国軍孫氏によると、鎌倉幕府に仕えたカスカベ実刑の孫とされる。元徳三年から建武元年にかけて、鎌倉の鶴岡八幡宮を誕生し、カスカベ八幡神社を創建した。天皇を護衛する武者諸番主として、新田吉貞に仕え、五代醐天皇の建武の申請を指示した。 日田軍として倒幕に参加し、鎌倉、箱根、京都、島根、九州など各地で幕府軍と戦う。特に鎌倉の戦いでは先行を上げ、延元元年に五代後天皇から下神戸僧の一部である武蔵国かすか里と、和ず国山部里の自童に任命された。同年6月30日、茂行は北朝側の足利高氏軍と、 京都詐欺の森で戦うが敗戦し自陣した遠言の乱。遺骨は長男の家縄がカスカベに持ち帰り、最小位名埋葬した。大正7年に政府から14位が贈られた。カスカベ市ではカスカベの祖とされ、毎年ゴールデンウィークにカスカベ従業交際が開催される。太平記ではカスカベ事務所有事件と呼ばれる人物が、 同時期にカスカベザとの児頭に任命されたと記されている。ありがとうございます。